え本日はですね、東洋インキ SC ホールディングスのですね、えー、説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。あの先ほどご紹介をさせていただきました渡辺と申します。よろしくお願いいたします。あの、自分たちで言うのもなんですが、化学メーカーのですね、事業内容っていうのは非常にわかりづらい内容になっております。で、本日はですね、なるべく専門用語を使わずにですね、わかりやすく説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 こちらがですね、本日説明させていただく内容でございます。会社概要、今後の事業展開、株主還元、外部評価、この順番で説明をさせていただきます。まずあの最初にですね、本日お伝えしたいことを先に申し上げます。3つございまして、まず1番目です。社名に人気とありますが、 引き以外の事業で利益の3分の2を稼いでいるということ。2番目としましては、不況時におきましても、そこが堅い事業ポートフォリオであるということで。3番目はですね、株主還元等で、これからもです、ね、株主満足度を高めていきたいというふうに考えているということ。まあ、こちらがですね、私が本日お伝えしたいといった3点でございます。 あの概要をですねご説明をさせていただきますまずあのトインキグループとはというところなんですが、えー、創業がですね1896年明治29年、えー、創業しております、えー、今年で、えー、創業125周年を迎えるまあいわゆる老舗企業といったところでございますあの社長の高島はですね私どもに常にですね125周年を迎える老舗企業でありますけどもまあ、尖った 死にせ企業を目指しなさいというふうに常々申し入るといったところでございます。そういった積み重ねを重ね、重ねまして、売上高でいきますと、2577億円、社員数につきましては8000名強、資本金が317億円といった規模感になっております。また、あの、投資を一部に上場させていただいておりまして、決算期が12月といったところになっております。 でこちらの図がですね、ちょっと小さくて申し訳ありませんが、私どもの海外に展開するグループネットワークを示している図でございます。まあ、私たちはですね、世界24カ国以上に拠点を持っております。まあ、日本をはじめまして、えー、まあ世界での大きな経済圏であります中国、台湾、韓国といった東アジア、またはですね、マレーシア、タイ、インドネシアといった東南アジア、 まあ、あとはインドといったところで、まあ、主にアジアを中心にですね、えー、展開しておりますが事業によってはですねヨーロッパ、北米、中南米といったところをです、ねえーまあ、拠点としているところでございます、まあ、各地域におきまして、まあ、多様なニーズがございます、まあ、そういったところに対応させていただいておりますし安定供給といったこところも貢献させていただいているといったところでございます そのような結果としまして、海外の売上高比率というのはですね、約半分の46.4%といったところが今の現状といったところでございます。はい、すいません。それではですね、遠隔的なところをですね、少し説明させていただきます。創業者はですね、こちらの、 右の図にあります、小林鎌太郎といったものがですね、創業者であります、えー。小林鎌太郎はですね、新聞、出版、広告を通じまして、人々の教育や生活文化を支える印刷ンキに将来性を見出しまして、1896年にですね、小林商店といったものを開業いたしました。実はあの彼はですね、文字が読めなかったと言われております。 だからこそですね、教育にとても重要性を感じていたと,といったところかもしれません。そのようなですね、創業者の考えを受け止めまして、私どものですね、経営理念といったものはですね、世界に広がる生活文化創造企業を目指しますといったような経営理念を持っているというところでございます。 私どもはですね、印刷インキメーカーとして創業いたしまして、その後、まあ、色材、ポリマー、まあ、といった技術を導入いたしまして、最近ではグローバル展開、スペシャリティケミカルメーカーへ進化していってると、まあ、そんなような企業といったところでございます。で、こちらがですね、えー、まあ、私どものビジネスの内容でございますが、皆さん、突然ですけども、 印刷印記の原料と何かというのをご存知でしょうか、えっと。こちらの図にあります原料はですね、色の元となる粉、顔料と言われているものとですね、その右にあります、まあ、透明の、まあ、ネバネバした液体、これ樹脂って私ども言っております。この2つがです、ね、印刷印記の主な原料というふうになっております。まあ、顔料、まあ、色の粉だけではです、ねえー、くっつきませんので、 まあこういった樹脂とともに均一に混ぜることによって薄く塗る、まあ、こういったものが印刷といったものでございますが、この2つがです、ね、印刷印記の主原料といったところになっております。まあ、私どもはです、ね、この印刷印記の主原料であります、顔料と樹脂、まあ、この2つを、ね、自生化し始めたといったところが、 印刷印記以外のビジネスを迅速に展開できた要因といったところでございます。投印記グループはですね、えーまあ、ビジネス体系を大きく分けますと、まあ、先ほど言った顔料由来のビジネスをですね、まあ、顔料系ビジネスと言っておりますし、まあ、樹脂系ビジネスですね、えーあ、樹脂を由来とするビジネスは樹脂系ビジネス。 また、あのこれらの原料を使って作る印刷印記といったものをですね、印記ビジネスといったところで大きく分けて、この3つに大別されるといったところでございます。また、あの有価証券報告書とかですね、決算短信に載っている事業セグメントといったものはですね、この顔料系ビジネスは、あの色材機能材と、セグメントと言い方をしておりまして、 また樹脂系ビジネスはですねポリマーと加工セグメントで印刷系ビジネスにつきましては紙に印刷するものをですね印刷情報セグメント、まあ、パッケージに使うンキのものをですねパッケージセグメントといった表現をさせていただいているといったところでございます。 で、こちらの図がですね、東洋インクグループがですね、えー、広がっている、まあ、ビジネス製品群の内容といったところでございます。まず、横軸に、まあ、先ほどの顔料系、樹脂系、インキ系といった横軸に、まあ示させていただいて縦、縦軸についてはですね、えー、基盤事業、まあ、成長事業、まあ、2軸で書かせていただいているといったところです。イメージとしてましては、 下に行くほど成長の期待が高いというような事業と捉えていただければと思いますでまず一番目のですね顔料系ビジネスといったところの上から見ていきますとこちらプラスチック自動車内装容器って書いてありますけれどもこれはあの、まあ、プラスチックに色をつける着色剤といったものの内容でございます、まあ、例えばシャンプーやリンスといった容器であったりとか 自動車の内装に使われるもの、または応援機器、まあ、こんなようなプラスチックに色や機能をつけていくと、まあ、そういったものを着色剤と言っておりまして、まあ、私どもはそういったものを扱っているというところでございます。でその下ですね、えー、これは顔料をイメージしておりますが、まあ、顔料をです、ね、自動車の塗料メーカーさん、またはあの印刷印記、まあ私どもの 原料としても使いますけれども、競合の印刷メーカーさんに販売しているといった内容でございます。そしてあのその下、こちらちょっと意外かもしれませんけれども、ディスプレイ用レジストインキといったものがです、ね、あります。まあ、これは何かといいますと、まあ、パソコンだったりとか、液晶テレビにです、ね、色やまあ映像をです、ねえーまあ、生み出す,です、ね、カラーフィルター。 まあそういったものがあるんですが、それ用のレジストインキーといったものをですね、私どもが使っているというところです。そして一番下ですね、これあのちょっと分かりづらいんですけども、まあ、EV、まあ、電気自動車ですね。電気自動車用の電池材料といったものにもですね、私どもの材料が使われているといったところでございます。で真ん中ですね、樹脂系ビジネスにおきましては、その真ん中、缶コーティング、 これはの缶詰やです、ね、コーヒーやビールの飲料缶、これの内面、外面に使う塗料といったものを扱っているというところでございます。また、その下です、ね、接着剤ってありますけども、こちらのほうはです、ね、いろんな用途に使われております。まあ、例えばです、ね、シールやラベル用の接着剤であったり、 あと、エレクトロニクス用に使うですね接着剤といったものもまあ使っているといったところでございます。そして、ですねその下、こちらのモバイル用粘着フィルムって書いてありますけれども、まあ、その接着剤をですね、えー、まあ薄くフィルム状に渡航することによって、まあ、機能性フィルムといったような形でま販売しているといったところでございます。まあ、こちらのですね機能性フィルムといったものは、 最近エレクトロニクス用で使われておりまして、特に 5G 向け、まあそういったものにですね、えー、使われておりまして、まあ業績に貢献しているといったような製品群でございます。えー、そして一番右、まあ創業以来ですね、私どもを支えてきた陰気系ビジネスといったところでございます。一番イメージがつきやすいのがですね、一番右上ですね、まあ書籍、新聞、あとは ポスターとかですね、チラシ、まあそういったところも入ってくるかもしれませんが、まあ、紙に印刷する用のンキといったところでございます。で、こちらの3番目のンキ系ビジネスの中でですね、伸びているといったものがですね、下の方にあります、まあ食品包装用のパッケージと、用に使うンキといったところがあります。で、食品パッケージといったところでございますんで、 基本的には人口が伸びると、まあ、食品パッケージも伸びるといったところがありますので、まあ、今後もですね海外についてはですね人口が伸びるといったところが期待されておりますのでこちらの方も成長が期待されているといった事業でございます <laughs> これらですね私どもの事業なんですが例えばディスプレイ用のレジストインキとかですね EV 用の電池材料、機能性用のも、まあ、粘着フィルム、まあ、こういったものがですね、なんで投影機ができるのかといったところをです、ね、疑問に思われている方も多いかと思います。<laughs> すみません、実はのこれらのですね、えーまあ、用途展開を可能にした共通のですね技術といったものがございます。 まあ、あの共通の技術といったものはです、ね、こちらの図に書いてあります、えー、まあ分散といった技術なんですけどもこれがどういう技術かといいますと質のいい印,印刷印記を作るにはです、ねまあ、あの樹脂の中に均一に色の元となる顔料を混ぜる必要があったといったところです、まあ、言い換えると、まあ、きちんと分散させる必要があったというところです まあそういったですね創業以来培ってきましたこの技術を使いましてまあ例えば電気を通す導電材料であったりとか電気を通さない絶縁材料まあこういったものをですねえ均一に分散することによりましてさらにそれを薄く塗るまあこんなような技術を応用展開することによってエレクトロニクス用のフィルムに展開していくと。 言ったところろが可能になるとというとここです、まあこのような技術をですね活用しましてスマートフォンとかタブレットそれ用の素材といったものをですね軽量化だったりとか薄膜化薄くするといったことが可能になったというところでございますでそしてですねこの左側ですね、えー、細かくするって書いてありますけども実はあの粒の細かいものはですね混ぜても 時間が経つと固まってしまうという特徴があります。これ、あの、凝集という言葉で言われておりますけども、まあ、あの、こういった性質があるんですが、まあ、私どもで,ですねあの、通常の、まあ、顔料よりも小さい、まあ、あの、まあ、粒といったものでありましても、まあ、時間が経っても固まりにさせることなくですねえ、均一に混ぜるといった技術があります。まあ、その技術を応用しまして、 液晶テレビのカラーフィルター用のインキであったりとか電池材料といったものに活用しているといったところでございます。まあ、あの均一に分散させるといったことを行いますと、まあ、色むらなくしっかりと色を出すことが可能になるといったところでございまして、まあ、その技術をです、ねえー、まあ使いますと、まあ、近年の液晶テレビのまあ省電力化ですか、まあ、そういったところにも貢献しているといったところでございます。 またあの、電池材料に使われております、まあ私ども導電性のカーボンナノチューブっていうふうに言ってますけども、まあそういったものをですね、均一に混ぜることによりまして、まああの、まあそこ、あ、逆に混ぜなかったらですね、そこだけ熱を持ってしまいますと。まあ場合によっては発火してしまう。 そんなようなことがありますんで、まあ、私どもの,の技術を使いまして、えー、安定して混ぜるといったところがですね、えー、こういった製品群の味噌といったところになっているというところです。はいまあ、これらのですね、えー、製品群なんですけども、実は皆さんの生活に、まあみ 身近にありまますすとといったたころをちょっとご紹介させていただきます例えば印刷印記、えー、放送用パッケージ用の印記だったり接着剤あと金属用の印記だったり缶コーティング、まあ、こういったものはですね、えー、国内シェアナンバーワンといったことになっておりますしまた先ほどご説明させていただいたディスプレイ用のレジスト印記エレクトロニクス用の フィルムといったところはですね。ええー、まあ、国内トップクラスのシェアを持っているというところでございます。まあ、例えばですね、皆さんがコンビニやスーパー、また家電量販店で、まあ、いくつかお買い物されますと。その中にもしかしたら、トエンキーのやつが入っているかもしれないと言ったところでありまして。まあ、私どもの製品軍です。製品群はですね。ええ、まあ、皆さんの生活に身近にあると言ったところとともにですね。 ニッチな分野でありますけれども、数多くの分野で高いシェアを持っているといったところをです、ね、ご記憶していただければと思っております。はい、続いてはちょっとあの業績関連の話をさせていただきます。2020年12月期の、まあ、売上高といったものは、ですね売上高は2577億円。 営業利益129億円といった業績でありましたがここでお話しさせていただきたいのはビジネスにおける構成といったところでございますこの,あの円グラフのです、ね、外側がです、ね、売上高になっておりまして内,内側が営業利益といったような図でございますが赤い、人気系ビジネスといったところを見ていただきますと人、まあ、気系ビジネスで売上は約半分になっておりますが 営業利益につきましては、見ていただくと、3分の1といったところになっております。これ言い換えますと、3分の2はですね、引気以外のビジネス、まあ、例えば顔料系ビジネス、樹脂系ビジネスによってまあ稼がれているといったところでございます。まあ、ここでお話をさせていただきたいのは、まあ、一番最初に申し上げました、社名に引気と入っておりますが、 人気以外のビジネスでですね、まあ、利益の3分の2を稼いでいるといったところをですね、申し上げたいといったところでございます。でさらにですね、最新の業績といったところをお話しさをさせていただきます。こちらの2021年度の上半期、6月末の業績ですが、 おかげさまでですね、私の増収増益といった結果を迎えることができました。コロナ禍前の売上を、売上だったり営業利益を上回る水準になったといったところです。まあ、コロナ禍前ですから、2019年ですね、のを超えるといったところになったというところです。で、まあ、その要因としましては、まず一つ目はですね、まあ、残念ながら日本においてはコロナ禍の影響はありましたけども、まあ、私どもの製品はですね、 先ほどお話しさせていただいたとおり、まあ、世界各国に提供しているといったこともありましてエリアのリスク分散が取れているといったところがあります。また、それとです、ねまあ、不強化におきましても、まあ、巣ごもり需要といったようなところで、まあ、食品パッケージ用のインキだったりとかです、ね、接着剤あとはまあ着色剤といったものがです、ねえー、多く提供しているがためにです、ねまあ、不強化においても底堅い まあ需要ががあったといったたととといころが言えるかと思います、まあ、それに加えまして、えー、まあ世界各国ではですね、市況が回復してきているといったところもありますんで、まあ、成長分野でありますディスプレイ材料であったりとか、5G 材料、まあ、こういったものがですね、えー、不可価、といった高付加価値製品群がですね、業績を後押ししたとい、まあ、ったような結果が、まあ、このような形になったというところでございます。 まあこういったところはですね、まあインキグループの事業ポートフォリオっていうのはですね、まあ不強化にあっても意外にそこがたいといったところがですね、ご理解いただけたかと思います。まあここがですね、本日お伝えしたいポイントの2番目というところでございます。続いては今後の事業展開についてご説明させていただきます。 こちらですけども私たちですね東洋人グループはですね今年度2021年度からですね3年スパンである中期経営計画といったものをスタートさせてスタートさせておりますまあ目指す姿をですね新たな時代に貢献する生活文化創造企業、まあ、そういった目指す姿といたしまして重点開発領域の創出拡大 私どもは重点開発領域というふうに申し上げているのは、まあ、サスティナビリティ、コミュニケーション、ライフといった分野でございますが、まあ、そういったところのお創出拡大を目指すといったところ事業の収益力強化え持続的成長に向けた経営資源の価値向上、まあ、こういった基本方針のもと2023年にはですね売上高3000億営業利益2 2二億 億円をですね、目指していくといったところが、まあ、中期経営計画でございます。まあ、こちら、今年、まあ、1年目の約半分を迎えておりますけれども、まあ、私どもの感触としては、順調に進捗しているんではないかなというふうに考えております。で、少し、あの、補足説明させていただきますと、重点開発領域の、まあ、創出と拡大といったところでございますが、例えば、 サスティナビリティといった領域に関しましては、持続可能な社会の実現へといったところを目標といたしまして、環境調和パッケージであったり、電池だったり、新エネルギー、そういった市場分野に関しましては、バイオマスインキだったりとかですね、リチウムイオンの用の電池材料といったものをです、ね、開発しておりまして、ここを重点化していきたいというふうに考えております。 で、そしてですね、コミュニケーション領域といったところに関しましては、キー素材で 5G IoT 社会に貢献していくといった目標を掲げておりまして、まあ、IoT センサー分野におきましては、光学制御材料といったものであったりとか、5G 半導体におきましては、機能性フィルムといったものを重点的に開発をしていくといった目標を掲げております。また、LIFE といった領域におきましては、 人々の生活を豊かに、健やかにといったような目標を掲げておりまして、こちらも意外かもしれませんけども、実はあの、メディカル分野でですね、あの、まあ、調布型医薬品、まあ、貼り付ける医薬品といったものも扱っているといったところでございます。またあの、デジタル印刷用の、まあ、インクジェットインキといったものを も目標として掲げているといったところでありますが、まあ、こちらについてはですね今後重点開発領域といったところで開発を加速させていくといった予定でございますそれではここからですね少しトピックをですねお話をさせていただければと思いますまずあの まあ私の説明で何回か出てきました EV ・電気自動車向けのです、ね、リチウムイオ電池のです、ね、材料といったところでございます。まあ、世界的なです、ね、脱炭素化の流れを受けまして、まあ、あの電気自動車 EV 化シフトといったところが進んでいるといったところは皆さんご存知のことかと思います。 まあこういった流れによりです、ね、多くの自動車メーカーがです、ね、2025年から約2030年半ばにかけて、まあ、全てのとか、まあ、結構な量のです、ねえー、まあ自動車を EV 化にしていくといった目標を打ち出している企業が多いかと思います。まあ、この EV 化の普及・推進といったところにはです、ね、実はリチウムイオン電池のです、ねまあ、高容量化、まあ、それはつまりです、ね、航、まあ、続距離が 伸びるかかどうかと言ったところであったりとか電池そのもののです、ね、安定化といったものが重要なキーになっているというふうに言われております、まあ、私どもがです、ね、今回です、ね、開発いたしましたリチウムイオン電池の正、ねまあ、極材という、まあ、電池の部材に使います、まあ、カーボンナノチョーブの分散体といったものがありまして、まあ、そちらがです、ねまあ、独自の技術を用いることによりまして リチウムイオン電池のですね、高容量化をですね、実現したといったところでございます。まあ、それによりまして、航、まあ、続距離が伸びるといったところとか、またはですね、安全性だったりとか、耐久性向上といったところにもつながっているといったところになっております。まあ、こういった技術に加えまして、さらにですね、私どもの本におきましては、まあ、EV の世界4大市場といわれております、北米、欧州、 中国、日本、ここに新たにですね、生産拠点を設けまして、こちらの安定した供給網を持っていると、こういったことが評価されまして、先ほどの技術とこの生産拠点を持っているといったところが評価されまして、電池メーカーであります、韓国の SK イノベーションさんに採用されたといったところです。 まあこの SK イノベーションさんを通じまして、皆さんご存知の大手自動車メーカーであります、ホルクスバーゲンさん、まあ、フォードさん、まあ、こういったところに供給を開始する予定といったところでございます。今ですね、アメリカの拠点はまあテスト供給の段階、ハンガリーの工場につきましては立ち上げといった段階でありますんで、業績貢献に関しましては、 来年度以降といったところになっておりますが、まあ、あの今後の期待が持てる事業といったところで報告をさせていただきましたでこちらがの2番目のトピックスですアサヒビールさんのです、ね、生ジョッキ缶話題になったかと思います。 まあ、生ジョッキ缶はですね、蓋を開けるとですね、きめ細かい泡がもこもこと自然発生することが特徴で、まあ、家のみでおいてもですね、生ビールの味わいやの,ごのど越しが体験できるといったところが評判になったかと思います。実はですね、私のもはですね、その内面にあります、まあ、塗料といったものをですね、アサヒビールさんと共同開発したといったところでございます。まあ、従来のですね、えー、内面塗料の役割といったものは、 内容物を、まあ、缶から守る、まあ、缶の金属成分がですね、まあ、溶け出して、まあ、風味が変化するといったところがあのことを防ぐといったことが目的で使われておりました泡を出すといったところはですね品質管理上 NG というふうにされておりました、まあ、今回はですねその逆転の発想におきましてえ缶の内面塗料におき,おきまして実はあの微細な 凹凸をつけることによりまして、泡立ちをですね、最適化することに成功したといった事例でございます。まあ、こういった事例はですね、まあ、当初は NG とされていたような技術とそういったものをですね、新しい価値に変えていってといった例でございますが、このような取り組みをですね、今後ともですね、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 トピック、この最後になりますけども、イメージセンサー用材料といったところでございます。今ですね、カメラなどのイメージセンサーには、まあ、超小型のですね、カラーフィルターといったものが入っております。まあ、監視カメラや車載カメラなどにも使われておりまして、安全安心な社会にはですね、不可欠とされておりまして、まあ、大きな需要がですね、まあ、来ているといった状況でございます。 まあ、あの皆さんの身の回りでいきますと、まあ、カメラにですね、車載カメラといったものをですね、えー、つけてあったりとか、あと携帯電話、カメラが1個しかなかったものは今、3つも4つもあるといったところでご理解いただければと思いますが、まあ、こういった需要に関しまして、私どもはですね、気象テレビのカラーフィルターで使った技術、まあ、そういったものを応用しまして、その需要に対してですね、最大限着実に業績につなげていきたいというふうに考えております。 で最後にです、ね、株主還元外部評価といったところでございます私たちはですね2019年より株主優待制度といったものを導入いたしました内容としましては郵送されるカタログから選んでいただく形式をとっております、まあ、対象となりますのは毎年6月30日に株主名簿に記載されている 記載されている方で200株以上かつ1年以上保有されている方が対象になっているというところでございます。また、あの、配当につきましては安定的な配当額といったものを目指しております。こちらの下の方にある図を見ていただければと思うんですが、ここ数年ですね、安定的に90円という配当額をしております。配当成功でいきますと、昨年は87.3% ま、今年も予定では59.3%といった比較的高い数値を予定しているといったところでございます。まあ、こちらの高い配当成功につきましては、私もは決して良いというふうには考えておりませんで、やはりあの、利益を増やすといったことによりまして、まあ、配当成功以前のような、ま、40%台に戻せればといったふうに考えておりますが、まあ、そういったところを進めていけ,いければというふうに考えております。まあ、あの、トヨンキグループはですね、 あとは、あの、こちらに書いてありませんけども、配当利回り、実はあの、先日の株価を見てみますと、まあ 4. 4、4.4%となっておりました。まあ、あの、比較的高い会社のブルーに入るんではないかなというふうに思っております。まあ、そのような形でありますけども、私どもですね、経営理念体系の中に行動指針といったものがございます。まあ、その中にですね、株主権を尊重しまして、 株主価値の向上に努めて市場の価値を高めていこうと。まあそういったもの、文言がございます。まあそういった指針のもとですね、今後ともですね、しっかりと株主の皆様の満足度を高めていきたいというふうに考えております。これがですね、本日お伝えしたかったポイントの3つ目というところでございます。今後はちょっと時間の関係上早、早足でさせていただきます。あの最後にですね、外部評価といったところでございます。えー、まあ、 ESG 銘柄として外部からも評価されていますといったところで s ス,スナム S ス u s t a i n a 運用といったところに6年連続で選定されておりますし健康経営有料法人ホワイト500といったところにもですね5年連続で選定されているといったところでございますまたあの環境面人材面といったところでも評価をされているといったところでございます環境面におきましては ま、本業であります、え、環境対応製品といったものであったりとか、え、その対応といったものがですね、え、まあ、評価されているといったところで、まあ、例えば昨年度はですね、まあ、TCFD といった提言に対しても賛同を表明しておりますし、また今年度ですね、環境コミュニケーション対象の有料賞といったものを受賞もしているといったところでございます。また下の方にですね、えー、ま、あの、 女性活躍を応援するエルボシ認定だったりとか、えー、子育てサポートを認定するクルミンマーク、まあ、そんなようなマークも取得しているといったところでございまして、まあ、環境と社会との共生を深めているといったところでございますはい以上が私の説明なんですがあもう一度本日お伝えしたいことをですね、えー、振り返りますまず1番目、 社名に引きとありますが、引き以外の事業でも利益の3分の2を稼いでるといったところ。二つ目、不況時においても底堅い事業ポートフォリオ構成であるといったところ。三番目、株主還元等で、まあ、今後ともですね、株主の皆様の満足度を高めていくといったところ。まあ、この三点をですね、えーまあ、記憶として残っていただければと幸いというふうに考えております。それではどうもありがとうございました。 ありがとうございました。えっ、ー、と、それでは、あの、質疑応答の時間に移ります。えっ、ー、と、まず、あの、チャットの方でですね、えー、いくつか質問が来てるので、お願いいたします。えっ、ー、と、まず、一番目がですね、 プラ容器再生事業で伊藤忠商事と協業というのは非常に時代のニーズに合った事業だと思います東洋委員キさんとしてはプラ容器の再生は生産された容器のどのぐらいの割合まで可能というふうにお考えでしょうかという質問ですあご質問ありがとうございます あのプライオーキの再生といったところにつきましては、あのなかなかあのハードルが高いというふうに考えております。まあ、そういった言いますのもあの、まあ 私どもだけではですね、なかなかの回収ができないといったところもありますんで、えー、まあ、伊藤忠商事さんといったところとはじめ、あの、いろんなところとの協業をしていかなきゃいけないというふうに考えております。で、まあ、あの、そういった意味ではどのくらいといったところの具体的な数字はですね、えー、まだ、あの、持っておりませんが、まあ、そういった、あの、リサイクルと、今日はちょっとあの、ご説明なかったですけども、リサイクルに関するですね、え、プラント事業といったものをですね、 え今あの検証をしている最中といったところでございまして、まあ、そういった検証結果をもとにですね、えどんどん進めていければというふうに考えております。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と二つ目です。えー、上期決算が好調で通期予想情報修正されましたが、下期予想は上期比ではほぼ横ばいというふうに見えます。その要因は何でしょうか。あまた下期も半分過ぎましたけど状況は想定通りなのでしょうかというご質問です。 じゃあ,あの数字関連につきましては、統合の方から説明させていただきますえとご質問いただいてありがとうございます。えー、と上半期終わって、ですねあのもう業績を情報修正いたしましたが、えー、今、ご指摘いただいた通り、下半期は、えー、上半期並みという形で計画をしております。 えまあ昨年と比較して上半期は比較的増収増益ということで伸びたんですけれども下半期がその伸びがまあちょっと鈍化するといった要因の一つはえ原材料価格の高騰が今足元で非常にえ激しく進んでおりますまあそういった中であの価格の改定とかですねやらなきゃいけないことっていうのはえ進めてはおりますが今現時点で 上半期と同じだけ伸ばせるというような形での公表については、えー、ちょっと差し控えたといったところがあの現状でございます。で、えっ、ー、とまあ下,期下半期がまあ半分終わったところでの足元の状況についてということなんですけれども、これについてはですね、ちょっと今なかなかその具体的なことについては申し上げられませんので、ちょっとご容赦いただきたいなと思います。 ありがとうございました続きまして、カーボンナノチューブは多くの化学メーカーが取り扱っているようですが、御社のカーボンナノチューブの優位性はどんな点なのでしょうか、それからリチウムイオン電池向けにおける競合というのは、国内、海外ではどんなところがあるのでしょうかという質問ですご質問ありがとうございます。 えーとカーボンナノチューブを扱ってるメーカーというのはもちろん多々ありますで当社は今リチウムイオンバッテリー用にカーボンナノチューブの分散体という形でビジネスを進めておりますがこのカーボンナノチューブ自体は当社のものではございませんでそれを分散するというそこの技術がたけてるということでこの度 SKI さんをはじめとした電池メーカーさんに採用が決まったということになります。 でえーとまあ、競合どういうところがあるかということなんですけれども、えー、通常の、まあ、リチウムイオンバッテリーのカーボンナノチューブではないいわゆる、えー、アセチレンブラックという通常のカーボンですねそういったものを使っているメーカーさんとしては、えー、日本では、えー、三国色素,素さんとかですねそういったところがあの供給されていると思っております。 でカーボンナノチューブについては、えー、海外のメーカーが基本的には競合でして、日本国内で乾電池、いわゆるリチウムイオンバッテリーに供給しているメーカーはまだないと思っております。以上です。ありがとうございます。えー、っと続きまして、えー、売上の半分が陰気事業とのことですが、今後の構成をどのように見ておいたらいいのでしょうか。 御社がグロース評価されるにはどの分野を伸ばしていこうと思っているのか含めて教えてくださいということですはいこ,これはあの私の方から回答させていただきますえー、っとですね、まあ、こちらを見ていただければと思うんですが、あのー、印刷印記につきましてはあのー、紙に するまあ印刷情報用のまあ印記といったものはですね、まあ、今後残念ながらですねあまり伸びないというふうに考えておりますただですねあのパッケ食品パッケージ用の印記、まあ、これはですね食品に使われているといったところもありましてえー、まあ海外中心ではございますが今後とも伸びるといったところを考えておりますまあそういった意味で印刷印記につきましては割合についてはですね、えー、まあ 下がっていくかもしれませんけども、まあ、この放送、職員のですね、放送パッケージを引きといったものは伸びていくというふうに考えております。また、それとですね、えー、ま、今後、より注力していきたいといったところはですね、この顔料系ビジネスと樹脂系ビジネスといったところでございまして、まあ、その中でもですね、えー、ま、あの、先ほど来お話しさせていただいております、まあ、レジスト、 まあ、ディスプレイ用のレジストイン機だったりとか、EV 用の電池材料、まあ、こういったような付加価値製品といったところを伸ばしていきたいといったところで、まあ、売上そのもの自体はあ、まあ、あまり変わらないかもしれませんけれども、営業利益の割合をですね、えー、どんどん変えていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます、えー、とそれから えっと同じような部分やかもしれないですけど、各セグメントとの成長可能性をお話しいただきましたが、その中でも特にケース EV、それから 5G に興味があります。その分野のコンペティターはどこなのでしょうか。またそこに打ち勝つための御社の競争優位性をそれぞれ教えていただきたいというご質問です。ご質問ありがとうございます。 えと今おっしゃったご指摘されたケース EV5G 絡みのっていうところはですね、えー、と実は市場そのものが、えー、急激に拡大しておりまして、えー、これからもですね競合がいくつも増えたりする可能性もありますそういう中で今どこの会社っていうように特になんていうんですかねあの競合がどこですよっていう普段な意識はしてないんですけれども例えば先ほどの EV でしたら、えー、申し上げた通りの海外の カーボンナノチューブの分散体を供給メーカーですね、あとは日本国内でいうと、まあ、三國式祖さんも同業といえば同業になりますかね、あと 5G 絡みっていうことについては、これはあの、まあ、日本国内のメーカーでいうと、竜田電線さんが、えー、いわゆるこの電磁波シールドフィルムといったところでは、競合になるかと思いい、ます。す。以上ですはい、ありがとうございます。 えっと時間の関係もありますけど、もう一問いけるかなと思います。えー、人気以外のビジネスで3分の2を稼いでるというお話でしたが、えー、グローバルに展開されるのであれば、社名変更などは検討されていますか 海外の投資家からするとビジネスモデルが変わってきていると判断している投資家もいると思うので、コーポレートブランド戦略という、そういった観点からお聞きしたいという質問です。あの貴重なご意見ありがとうございます。あのまあ、私どもですね、えーまあ、東洋インキ製造株式会社といった名前に、えーまあ、あの10年前までなっておりました。それをです、ね、2011年に え、東洋ンキ SC ホールディングスという形で持ち株会社制にしたときにですね、え、まあ東洋ンキという言葉を残しながら SC、まあこれスペシャリティケミカルといった形で、え、まあ意味合いをしてるんですけども、まあそういった名前に変えていったといったところでございます。まああの、ブランド戦略につきましては、あの、ご指摘のとおりですね、ンキ以外、 でまあ、3分の2を稼いでるといったところもありますので、まあ、そういったところを、ですねやはりきちんと、ら、ま、か、あの,の形でもう少しアピールしていくといったところを考えていきたいと思いますし、まあ、そこはですね、まあ、当社のホームページであったりとか、まあ、今後、ですね、えー、やっていく、まあ、広告戦略みたいなところで、しっかりと表現していきたいというふうに考えております。 えっとちょっともう1問だけ、なんとか時間内で、えーっと、多数の企業と協業を進めていると思うんですけれども、なんかうまく進めるコツのようなものをお持ちなんでしょうかという質問ですご質問ありがとうございます。 うまく進めるコツといったところ、まあ、あのいろいろあるかと思うんですけども、まあ、あの私どもの企業といったところは、まあ、先ほどお、まあ、話しした技術といったところに加えまして、まあ、強みとしましてはやはりあのお客様の要望に真摯に応えていきまして、まあ、カスタマイズさしていったと。 いった歴史がございます、まあ、そういった目的のためにですね、まあ、いろんな企業と、まあ、協業していくといったところ、まあ、それがひいてはですね、まあ、お客様、まあ、そ,そしてその先にある、まあ、社会の価値につながっていくといった思いで、まあ、やっておりますんで、まあ、コツといったところは、まあ、ここでパッとなかなか出てまいりませんけども、まあ、そういった、まあ、お客様と、まあ、それ以外の まあ、企業様とコラボしていくといったところについては、ですね、まあ、私どもの DNA だったりとか、まあ、強みといったところになるんではないかなといったところに思っておりますはい、ありがとうございました。えー、とそれでは以上をもちまして、えー、東洋インケース C ホールディングス株式会社のプレゼンテーション、終了いたします。ご、え、ご、ー、ご説明あありりががととうううざざいいままししたたども